にちは。ご視聴ありがとうございます。マルゼンイングラム M11 ガスブローバックガスガンを紹介します。価格は税込みで17,380円。2024年5月頃に再販されたものを紹介します。フロンティアさんに入荷した市販のものです。説明書、04年11月バージョンですかね。なんかハーフコックとフルコック状態があるみたいですね。まあ、ガスの状態のより、まあ、ハーフコックで動くときもあるんでしょうね。ホップアップは固定なんですね。全長は254ミリ。ストックを伸ばして450ミリメートル。重量は828グラムでした。マガジン相談数は24発。重量は 228g でした。別売で50連マガジンもあります。これのね、サイレンサーとかも同時に手に入るといいですよね。別売りのがあるんですかね。上からこのね、角張った感じがいいですよね。サイト見ます。フロントサイト樹脂製で別パーツ、この荒々しい感じが魅力的ですよね。で、後ろからとリアサイト、シンプル。サイトピクチャー見ると、こうですかね。チャージングハンドルはここまで動きますね。で、もちろんボルトも動くと。オープンボルトなんですよね。引くとボルトが前進。いいですね。ハーフコックはどこなんだろう。フルコック。ここかな。ハーフ、フルと。刻印フレーム右に、東京ジャパン丸善。フレーム左に CR ナンバー。セレクターはこちら。もう360度回るのいいですね。セミ、フル。若干クリック感があって、動きは軽いですね。ちゃんと軸貫通してるんですね。で、安全装置、これで安全、これで打てると。ちょっと硬めですね。人差し指だけで操作できなくはないけど、とっさはちょっと難しいかも。トリガーガード、そしてトリガープル。ちょっと遊びがあって、重くなって、これで打てると。トリガープル、いきますね。そんな軽々ではなかったけど、激重でもないっていう。1031g でした。マガジンキャッチレバーをこれ前に押すと、マガジン自重で落下しますね。こう。 このグリップがいいですよね。前面、横もフラット。まあ、後ろ若干このね、指回るところが丸まっているけど、基本的にはかっこいい感じ。握ると、やっぱ細身ですね。メタルストックを見ます。まあ、若干遊びがありますかね。で、下のボタンを押して、これ外したりもできるんですよね。まあ、これはこれで 身軽でいいかも。ここのポジションと、もう一つポジション、まあ、これが格納時ですね。押して、自重ではいかないんで、ちょっと引っ張る感じです。ストック後端は、まあ、両側この穴ぼこあるので、まあ、これを解除して、これで止めると。だから両方、これ片側だけじゃなくて、両側を押してよっで展開するという感じです。握ると、やっぱりここね、ストラップとか欲しいですよね。まあ、こんな感じになるのかな。いいですね。では、ガス入れます。せーの。引き戻しがブシュブシュあるまで入れます。入りました。ガスは 10.35g 入りました。玉 0.2g でいきます。これね、ちょっとこのリップの部分が太いんで、ちょっとあれですかね。
ギリギリいけるか。フォロワー引いといてから上から一発一発っていう感じですかね。うん、抵抗ないんで、あのビビボトルでも大丈夫かも。一個ミスったらちょっとこれ入れときます。これで24、やっぱ余裕がありますね。これでいきます。ちなみにマガジン何度かな、 24.8 度。エアガン競技 APS カップの的5メートル9メートル先に置きました。おお、びっくりした。サイド通りですね。お、当たりましたね。まあ、ちょっと緩やかに落ちる感じで、まあ、当てやすいかなと思います。すごい当たった。ちょっとまあね、ちょっと今日肌寒いんでサイクルもちょっと優しめですね。あ、ちょっと空打ちしちゃった。はい、2発ほど、うん、まあかなり冷えてるけど、まあちゃんとね最後まで打てました。いいですね。ガスの消費を計算すると1発あたり 0.1 グラムでガスアンチャージ103発打てる計算です。ちなみに説明書にはガスワンチャージ80発打てると書いてます。初速を測ります。玉 0.2g。 マガジン何度かな、 24.4 度。 69.97、 69.02、 67.58、 67.29、 66.57、 65.25、64.84、64.38、62.73、63.13。 15.5 発毎秒ぐらいですかね。次 0.25 グラムで測ります。 63.76、 61.23、 58.88、 58.22、 56.54 でした。発射音いきます。50センチぐらい離して 92.9、 うん、真横 108.3、 銃口は 109.8 デシベルでした。スティールチャレンジをラウンダーバード打ちます。まあ、ハンドガンに慣れてるせいもあってこっちの方が狙いやすいですね。ただもうピープで打つので、まあそこら辺がねあれですかね、オープンタイプとかドダットとか乗っけるとかなりいいんじゃないでしょうかね。はい、エアガン競技 APS カップのブルーザイ打ちます。ちょっと一発はまあ見なかったことに。いや、なんか思った以上にね楽しめましたね。リアとフロントのクリアランスもタイトで、トリガーアップル綺麗良くていいですね。ちょっとね左下ぐらい狙ってこんな感じでしたね。まずまず素晴らしいですね。マルゼンの Mac11、 いや調子良かったですね。これだけコンパクトでフロートが打てるのって魅力的ですよね。まあ、以前にもねこういうコンパクトで楽しめるガスがいっぱい紹介してます。ぜひ他もご覧ください。最後まで見ていただいてありがとうございました。